はい、つつみこたろうでございます。えー、今日もですね、移動式自由自在、録画スタジオ、ビッグバンコより、お送りするつみこたろうのビッグバン。えーっとですね、今日は2枚のおはがきをご紹介しようかなと思います。で、1枚目、もう、あてさきのところ見りゃわかるね。パーマンガッツさんです。はい。えー、レギュラーメンバーのパーマンガッツさん。って言っても、わかんないと言えるよね。これ初めて見る人、だーれって感じでしょ。つつみこたろうって言って、んで、ここのところにですね、多分あのー、ほれ。 と、チャンネル登録っていうのがあるんで。まあ、押していただけると、バックナがガーッと見れるんで。よろしくです。はい。もう、今、今のうちに連打しとけ。<laughs> えーっとですね。まあ、あの、ワンちゃん、えー、お名前募集のコーナーへ。この犬くんの名前がですね、まだ決まってないんですよ。で、あの、4月の末まで募集中っていうことで、えー、応募していただいた、えぇ、ー、こ、えー、と、ワンちゃん名前を、 募集のコーナーということで。うん。で、まあ、見た目はシベリアン、シベリアンハスキーっぽい感じがしませんクエスチョンマーク。全体が白っぽくて、頭あたりがグレーっぽいし。うん。うん、ペう一遍にそうか。こんな感じ。シベリアンハスキーっぽいな。うん。なので、えっ、ー、とー、名前はこれだびっくりマークピンコかっこ笑いかっことじ <laughs> あのね、って。<laughs> ロボコップの頭ちょっとかっこいいかもって <laughs>。 あの、別にね、その、別に、放送禁止箱だからって言って、ティンコとかっていう風に、あの、変えなくてもいいです。あの、ホテルエンゼルとかディズニーランドとかっていうのと同じような感じじゃんか、基本路線が。<laughs> で、この間あの、さっき、さっきなんだけども、まあ、あの、メガネ外して、で、録画したっていうのもあるんだけど、それに対してもコメントがあるんすわ。即達で。で、まあ、お目目綺麗って。 爽やかなおじさんに見える。けど、自分が孝太郎ちゃんを見る目は変わらない。過去にやり、過去閉じて。もう孝太郎ちゃんですよ、もう、つつみさんは。どうしますその、エロおじさんにしか見えないとか、なんかそういう、見る目は変わらないの、変わらない部分っていうのは何かって言ったら、多分、だけども、その、つつみのケツをどうだなかというところだろう、どうせ。 そことか詳しくパーマガツさんもっぺかけ。もう、頼むよ。<laughs> 本当にまあ、なんてフラッチな人だね、とかって思う。それに比べてだな、まあ、これ、ペンネームモサットさん。もうこっちの、もうなんてお利口さんなんでしょう。<laughs> こんにちは、孝太郎先生。うん。もう孝太郎先生扱いです。いいですね。グッドです。グッドボタン押しちゃいましょう。<laughs> で、えっ、ー、と、吉本新喜劇の、えー、パ顔パンパンギャグの川端さんに若干似ているように見えました。個人的感想です。<laughs> あのね、メガネかけたらタージンで、で、メガネ外した吉本新喜劇がおい、<laughs> っていうことだと、もう言われ、芸人顔なのかと <laughs>、いうことだよね。 だからもうみんなね、あの、これ見てる方っていうのの大多数が、もうほぼ100%に近いのが男性であるっていうことはわきまえた。うん。で、しかもそのうちの大多数、与党が、ああ、与党がもう、あの、ゲイアイランドの住民であるっていうこともわかってる。わかった上で言おう。<laughs> うん。性的な目で見るな。<laughs> 頼む。<laughs> その期待には応えてあげられないと思うから。<laughs> だって、 だってもう、得意分野、科目としては、なんていうの、おパイパンとか、女子高生とか、ニーズマ、ダンチズマだよそれがいきなりなんかあの、通気の名をどうするとかっていうところに行ってごらんなさいよ。いきなりワープしてた感じだよ、もう。もうなんかあの、イスカンダルから一回の話で地球に戻った宇宙戦艦ヤマトみたいなもんだ打ち切りが決まって。そんなもんだろ本当に。だから、皆さんはもう、 真っ当な目で見てあげてください。私を。<laughs> で、ここは熱いお便りコーナーばーっと書いていただいて、で、こうだったとか言って、うん。そういうのを待ってるんだから。<laughs> なので、え今日のお,お便りコーナーは2枚ということで、え、みじ、手短にちょっとご紹介させていただきました。では、次の動画でお会いしましょう。シャバダビアは、シャバダビア、ダバダバダ